はようございます。こびとです。今さっき起きました。今回の動画はですね、カフェが多めになってると思います。はい、まず一番最初がこのお昼カフェっていうところで、私ずっと行きたいところリストに入ってたんですけど、やっとっていう感じでした。で、平日限定のグラトーストがあったので頼んだんですけど、この味噌つけて食べるのがめちゃくちゃ美味しかったです。で、そこから歩いて5分ぐらいのところにある、これ別のカフェなんですけど、ここめっちゃ久しぶりに1年ぶりぐらいにやってきました。このなんかやや倉庫みたいな感じがすごい好きです。抹茶ラテはやや苦味があって、あの抹茶っていう感じを感じれる抹茶ラテで、私は好きでした。で、ここコーヒーは酸味が強めのところなんですけど、すごい美味しいです。で、こんな感じでレコードがたくさん置いてあって、お客さんが勝手にあの好きなのを流せるっていう感じです。はい。で、ここはですね、なんかセントクレアのメイン通りの一個裏の通りにある、本当にこれ誰が気づくねんっていうところにあるカフェです。カフェっていうか、なんて言うんですか、あのいろいろクッキーとかマフィンとか売ってるところなんですけど、本当に動画見てもらったら分かる通り、本当になんか店の裏みたいなところのまたその奥にあるので、なんか経営が普通にシンプルに心配になりました。どうやって認知度を上げていこうとしているんだろうかっていうところが本当に疑問なんですけど、はい、あのこのマフィンめっちゃ美味しかったです。バナナマフィンみたいなやつです。はい。で、あの久しぶりにタイ料理や自分のバイト先以外でタイ料理を食べに行きました。もうパッタイはね、いつ食べても本当に美味しいんですよね。はい。で、これはノースヨークかシェパードヨーク、ちょっと忘れちゃったんですけど、その辺にあるカフェです。本当はなんか可愛いマカロン食べたかったんですけど、売り切れでした。はい、来ました。ここです。最近の行った中で私一番お気に入りになったカフェなんですけど、ここもなんかめっちゃ狭いんですけど、なんて言うんですかね、なんか本当にいいカフェは言葉では表せないというか、あの雰囲気が私めちゃくちゃ好きで、一瞬で大好きになりました。なんか今まで行った中で一番本当に好きだったかもしれません。皆さん行ってみてください。このチャイラテはめちゃくちゃ美味しかったです。はい。で、この間の動画で出た場所なんですけど、あのランチを食べに行ったつもりだったんですけど、この日ランチやってなくて、チーンってなって、でもなんかとりあえずなんか食べたいよねってなって、この後にベーグルを食べに行く予定だったので、メニューにあったマッシュルームのなんかパンみたいなやつを2人でとりあえずシェアしました。あ、この4つ目ですね、マッシュルームメルトってやつを。はい、これです。これです。香りがやばい。ざめく街で見覚えのあるスカイブルーのマフラー、こんな雪が最初から舞う季節はいつもすれ違いということで、ベーグル屋さんに到着しました。ちなみに私ここオタワで行った場所で、オタワにしかないと思ってたので、トロントであるんかいってなったんですけど、まあ、でも本当に美味しかったので、こっちに会ってくれてありがとうって思っています。はい。で、私頼んだのはこのチーズ&ジャムで、ベーグルの種類ここから選べて、あとチーズの種類も選べます。やばい、ありがとうございます。いやいや、じゃあこれはここに入れさせてもらって、めちゃくちゃ高度でつながれてるバテラ、すごい作ってんねや。私の人生初ベーグルはモントリオールだったんですけど、最近やっとベーグルの本当のなんか美味しさに気づいてきたので、また今度ベーグルのためだけにモントリオールにベーグル旅行に行きたいなと一人で企んでいるところです。ちなみに今回はレモンとクランベリーのベーグルにブルーベリーのチーズを挟みました。あれ死んだ、見て、あ、いけた、パッカーンってしたよね。ね、2人でパッカンするか、1人がパッカンするか。待って、全然持ってんの。髪ちょっとめくってもらっていいですか。あ、オッケーオッケー。ちょっとな、なんかさ、並びすぎて気もない。なんかさ、バナナ骨みたい。骨みたい。なんか、犬の骨の絵文字みたい。なんか、腐り口のバナナみたい。え、てか、じゃあこの髪なくす、こうやでもちょっと、いるこの写真。食べようか。食べよう。いないよね、絶対。めっちゃ美味しそう。手が出したな。本当に曖昧なの、ここ。
ただ音楽はちょっと、なんか音楽もそれっぽい。なんか大学っぽくない？日本の大学。知恵のタワー。え、観光客だった。え、ここ写真撮ったらいいかもしれない。こうやって、あ、人間いるんでも可愛いかもよ。そう、本当に。撮っていい？いいよいいよ。巻いてる？あ、巻いてない。巻いてないの？フラッシュ巻いてない。え、ここの、すごい、ビルに反射してるこの線が。それ長押し信徒ね、あかんない。え、まだ多分行けてない。あ、まだ準備中かな。準備中？これがね、わかんないの、コダック。本当に。使い慣れてるし。ほら、もう一回。え、でも行けてるわ、さすがに。赤いわ。かわいい、この後ろ姿。はい、で次、これはベイの近くにあるダイナーなんですけど、結構昔から多分50年は軽くやってるところで、ちょっと何年にオープンとか忘れちゃったんですけど、はい、歴史のあるところみたいです。はい、でこれこの間バザースタとスパダイナーの間にオープンした、ベトナムからやってきたカフェなんですけど、この店で何か買って、隣にタブレットが置いてあって、そこから応募、名前とあと電話番号とあと E メールアドレスで、1人だけ抽選で当たった人がベトナムに行けるらしいです。なので私はもう毎日それを祈りまくっています。でちなみにこのなんかルーレットみたいなやつでなんか当たったんですけど、このコーヒーフィルターをもらって全然使い方が分かりません。はい、ココナッツコーヒー美味しかったです。で、またこれ別のダイナーです。これ夏に行った時のやつで、本当はダイナーのなんか専用の動画を作りたくて、10個ぐらい行って、それを1つの動画にまとめようかなと思ってたんですけど、ダイナーの動画がたまるの待ってたら1年ぐらいかかりそうなので、今もう放出しちゃいました。で、これはクリスマスマーケットのすぐ近くにあるカフェで、ちょっと早めに着いたので、時間を潰すために入ったんですけど、もう閉店間際だったので、あんまり食べ物とかはなかったんですけど、このチュロスのドーナツみたいなのがあって、めちゃくちゃ美味しかったです。ちなみにこの左手にしてる手袋、この後どっかで落としました。最悪。